てのゲームは割と自分だけがこう何ですかシコシコ楽しむというよりも人と交流する道具みたいなところが割とあるからな。うん、そう、スマブラはそういう用途で買いました。ポケモンをするぜおもちくん。え、今日これからの僕は清楚だぞ。だってポケモンだぞ。天下の全人ん全人類全年齢対象ゲームだぞ。シコシコって別にうどんとかでも言うじゃんね。うん、何にもおかしなこと言ってない。君たちがおかしいんじゃないかと思いますけどね。こんにちは、私はあずかり屋さん。あずかり屋さん、マジ、あエッチな家だ。え、ちょっと今はそういうの手元にないから。マジか、ポケモンエッジハウスじゃん。え、なんか増やせる2匹持ってるやついたっけなあ。いけない、今日ダメだ。違う、清楚な日って決めたのに。ダメだよ、そんなこと言っちゃいけない。エマオガスと落ち着くんだ。君は時々男子中学生みたいなことを言うからな。なんか V 何 V なんちゃら V とかってさ、どうやって見んだっけ。いやでもいいや、 V とか気にしない。やめだやめだ。あ、いいんだ、僕は出会ったポケモンと旅をするんだ。まあでもいいや、ちょっとポケモンエッジ屋さんのおばあちゃんにお話しかけてみよう。え、これあれですよ、普通あれじゃないですか、なんか昭和な感じでさ、こうさ、ね、手元しかこう開いてない、そういう入り口じゃないんですか。預かり屋って、私たち預かり屋はみんなのポケモンを預かって世話をしてやるの。預けたポケモンが強くなったりはしないけど、2匹一緒に預けてるとポケモン強くなったりしないの。前したよね、しなくなったんだ。ポケモンの卵が見つかることがあるのよ。ポケモンの卵、あー相変わらず持ち歩いたら孵化するシステム。どこから来たのかはわからないということになっているんだね。なるほどね、つまりそれがこう生まれてくる穴だったりは存在しするかどうかまだ分かっていない、確定していない世界線なんですね。全年齢対象ですね。違うポケモン同士でも種類が近いポケモンなら卵が見つかることもあるの。それちょっと夢あるな、マジか。そうなんだ。